はい、12月21日、金曜日です。2016年、ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一になり1億円近くを投資しておりました半間陽先生です。今回私の投資はね、勝率 75% から 70% ぐらいですね。勝率 70% ぐらいで今勝ち抜いております。今週の成績は、今週の成績は、ちょっと忘れちゃったな。後で、少し勝ち越してますね。やっぱり勝率 75% で勝ち越してます。際どいですけどね。バイナリーオプションも FX も気がついたことはね、稼げる方法を1年以上見つけたら、ね、稼げる方法を1年以上戦略はね、通用すればね、世界一の億万長者を越すということですね。だから FX でも株でもね、そうなんだけど、稼げる方法をね、見つけただけです。そうなるんで大変なことなんですね。で、要するは稼げる方法を1年以上見つけたら 1年間でね、どんどん増やしていけるんで世界一の億万長者を超せるんですよ。わかります？たった稼げる方法戦略を見つけただけですよ。それが1年以上続けばですよ。だからいかに難しいっていうことですね。投資の技術というか稼ぐ方法っていうのはね、みんな簡単に言ってるけどもないんです、そんなね。だからみんな大きく稼げる方法見つかんないから投資金増やせないんですね。だからそれで何回もチャレンジするわけです。投資金少ないのでね、ということなんです。だから FX でも株でもね、バイナリーオプションでも稼げる方法が分かったなんていう人誰もいないんですね。で、稼げる方法分かったらもう1年以上続けばもう世界一の億万長者はもうビル・ゲイツとかアマゾンさんの軽く越しちゃいますね。だからそんなことで非常とっても難しいことなんですね。外貨で稼ぐ、株で稼ぐっていう方法っていうのはとっても難しいことなんですね。これをぜひ教えておきます。で、今回ね、これがいいんじゃないかなっていうのが出てきて、実質勝率 100%、平均利益ピップスが 83.4 ピップス、評価は 89.2%、ね、ですね。さらにこれで実質 10%、15% ぐらい落ちるみたいですね。で、時間がこうですね。12月21日、金曜日10時ですね。こちらでもね、ご質問ですけれど、シグナル待ちでね、おりますけども、勝率がね、こうですね、8勝4敗です。今週、1、2、3、4、5、6、7、8勝4敗で、3040円の勝ち越しですね。今週は今のとこね、3040円の勝ち越しです。で、投資でね、こちらで、ね、すぐ投資できるようにしてるんですね。こっちね、すぐ投資できるようにしてる。25792円までいってますね。で、バックでこちらね。で、こちらは目にしてます。こちらのシグナルから見てます。こちらは調整ですね。
同じものですね。で、いい分析データを見てね、入れ替えてます。とにかく勝率と平均利益ピップスが一番いいのね。だから、これ勝率 100% なんですよ。17回ね、押してて。17回とも勝ってます。17連勝してるんですね、これね。1週間ね。実は 89.2% と出てるんだけど、マイナス 15% は低いようですね。だから、74、まあ 10% 勝率、79% ですかね、勝率がね。100% だけど、実際ね。と考えられます。今のところね、平均で 75% なんですね、先週から見てね。ということですね。で、はいですね、なかなか。ということですね。